いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2015年モデルポルシェタルガ4を紹介させていただきます。まずお車の状態ですが、フロントバンパー、右ミラー、左ドアエッジに傷がございます。またフロントバンパー、ボンネット、フロントガラスに飛び石がございます。それ以外に特に大きな傷やへこみはございません。走行距離約1万1000キロと非常に低走行なお車です。外装色はブラック、インテリアはブラックレザーが採用されております。美しいクーペスタイルと圧倒的な開放感をお楽しみいただけるタルガ4でございます。こちらのお車は昔ながらのデザイン性と四輪駆動の安定した走りをお楽しみいただける1台です。ヘッドライトに関しましてはキセノンヘッドライトが採用されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。続きましてエンジンスペックの紹介です。エンジンは 3.4 リッター水平対向6気筒エンジンが備わっており、最高出力は350馬力を誇ります。四輪駆動の圧倒的な走破性能をお楽しみください。足回りに関しましてはカラークレスト付きの純正カレラクラシック20インチアルミホイールが装備されており、非常に豪華な足回りとなっております。またタイヤの山に関しましては前後4部山程度となっております。合わせてトランクスペースの紹介です。トランクは手動での開閉となります。スポーツカーながら普段使いに適した荷物スペースが用意されております。続きましてリア紹介させていただきます。リアに関しましても初代タルガのデザインを踏襲しつつよりシャープなデザインとなっております。またテールライトに関しましては LED が採用されており、安全性、視認性ともに優れたデザインとなっております。マフラーに関しましては4本出しのマフラーが採用されております。ポルシェの N エンジンを十分にお楽しみいただける1台です。続きましてインテリア紹介させていただきます。インテリアに関しましてはブラックレザーが採用されており、運転席、助手席ともに良好な状態を保っております。ではエンジンを始動します。ステアリングに関しましては3本スポークのスポーツステアリングが採用されております。こちらには大型のパドルシフトが装備されておりますので自由自在な変速が可能となっております。ナビゲーションに関しましては純正 SD ナビゲーションが装備されており、こちらは地デジの視聴も可能となっております。バックギアに入れていただきますとバックカメラが作動し安全に駐車を行うことができます。シフトに関しましては7速の PDK シフトが採用されております。非常に滑らかな加速が魅力の1台です。こちらのお車にはスポーツクロノパッケージが装備されておりますので、スポーツ、スポーツプラスの選択が可能となっております。またこちらのお車にはシートヒーターが用意されております。肌寒い季節でも快適なドライブをお楽しみいただけます。では開閉を行っていきます。開閉に関しましては約19秒前後で完了いたします。ストレスなく開閉を行うことができます。こちらがクローズ時の状態です。ホロはブラックホロが採用されております。広さに関しましてもクーペスタイルと変わりない広さを保っております。合わせて気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂い等はいたしません。今回は2015年モデルポルシェタルガ4を紹介させていただきました。美しいクーペスタイルと圧倒的な開放感をお楽しみいただける贅沢な1台となっております。走行距離に関しましても約1万1000キロと非常に低走行なお車です。
また車検に関しましてもたっぷりと残っておりますので、非常にお買い得な1台となっております。この機会にぜひともご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。